京紫大根は長さが小さめの15から18センチほどで、外側が紫色の大根です。赤よりもやや青みがかった紫をしていて、首の部分の色がやや濃いです。中は白地に紫色がしぐれた色合いで、中心部から外側に向けてグラデーションになっています。これを活用して花形などで型抜きしても美しいですね。みずみずしくて辛みもマイルドなので、サラダや野菜スティックなどの生食に向いている大根です。京紫大根の紫色はアントシアニンという色素で、酸性で赤色になります。お酢やレモン汁などをかけると赤くきれいに発色するので、甘酢漬けやピクルスなどにも向いていますよ。ピンク色の大根おろしも作れます。加熱したいときは煮汁に色素が溶け出してしまうので、蒸し調理がおすすめです。皮は剥かなくても食べられますが、剥く際は薄く剥いて色の部分を残すようにしましょう。